cùng toàn thể hội nghị nhằm mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ. ベトナムと日本との交換で戦略的なパートナーシップを強化するため、並びにベトナム、日本の自治体間との協力を強化を目指して、本日はベトナム外務省在ベトナム日本大使館と協力をして、そして日本の外交機関との協力で Meet Japan 2020を開催させていただきます。本日のイベントにご参加ご来賓の方々をご紹介いたします。ベトナム側をご紹介します。ベトナム外務省外務常務次官ブイ・タン・スン様、外務次官Nguyễn Minh Vũ様、ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Yên Bái Show ở Nguyễn Đức Duy Show Kỳ. Bà Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Chủ Hương tịch Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh Show ở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Bà Trần Tuệ Hiền, Trần Tuệ Hiền, sao mà. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Tại Bình Phước Show ở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Trần Tiến Dũng, Lai sao mà. Lai Châu Show ở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Trịnh Xuân Trường, Trịnh Xuân Trường ở Lào Cai, Sở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ban dân tỉnh Nghệ An, Sở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Lê Văn Hằng, Lê Văn Hằng, sao mà. Trà Vinh, Sở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Lê Duy Thành, Lê Duy Thành, sao mà. Vinh Phúc, Sở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Trần Huy Tuấn, sao mà. Yên Bái Sở Chí Minh Cai In Châu, sao mà. Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Đỗ Thị Minh Hoa, sao mà. Bắc Can Sở Chí Minh Cai Đại Cổ, Narabini, Bắc Giang Sở, Bến Tre Sở, Cà Mau Sở, Cần Thơ Sở, Đà Nẵng Sở, Đắk Lắk Sở, Đắk Nông Sở, Điện Biên Sở, Đông Tháp Sở, Hà Giang Sở, Hà Nam Sở, Hà Tĩnh Sở, Hòa Bình Sở, Hưng Yên Sở, Kiên Giang Sở, Lạng Sơn Sở, Long An Sở, Nam Định Sở, Ninh Thuận Sở, Quảng Nam Sở, Quảng Ninh Sở, Thanh Hóa Sở, などの幹部の方々をご出席いただいております。およびそれらの省庁の関連機関および数多くの日系企業、ベトナム企業をご参加いただいております。日本側をご紹介いたします。中ベトナム特命全権大使山田武雄様、渡辺信弘ホーチミン総領事様、ヤカベヨシノリ、ダナン総領事様、中島武雄、ジェテロハノイ所長様、清水明、ジャイカ所長様、安藤俊樹様、国際交流基金所長様、アングリートル様、JBIC のベトナム駐在員所長様、高橋由美様、GNTO 所長様、萩川武史様、ジャッソ所長様、須藤勝則様、JCCI 会頭様、岡田秀幸様、ホーチミン商工日本商工会会長、日越大学の古田学長様、並びに日本側の機関、日本企業、NGO 機関、および多くの300名以上の方々がご参加いただいております。本日のイベントのご発信していただきます、数多くのメディアの方々もご紹介されをご参加いただいております。本日のイベントにはライブで今放送されております。改めま
まして900名以上の方々を本日のイベントにご参加していただきましたことを歓迎いたします。ご臨席の皆様、50日越ベトナムと日本との国交樹立の50周年の近くにいたしまして、その間政治経済文化教育スポーツ観光国防安全などあらゆる分野におきましてさまざまな協力を進めてきました。このような2国間の成長の背景におきまして、この2国間の関係がさらに進化されております。本日このミッドジャパン2020年というのが今世界中には新型コロナウイルスの予見できない非常に複雑化されている状況の中に開催されております。特に近年外務省ファン・ビンビン大臣やにより各地方に対してその地方間の協力の促進に積極的に指導されております。そしてその直接に指導されているのは外務次官ブイ・テンソン次官に直接的に指導をいただいております。それではブイ・テンソン常務次官より開会のご挨拶をお願いいたします。ブイ・テンソン次官よろしくお願いします。Yamada Takio, Chiu, Betonam, Nihon, Tokumezen, Kentai, Betonam, Nihon, no Kanke Kikang, Betonam, Chiho, Sef, Sidosa, Nominasang.中ベトナム日本関係の団体経済界の皆様、ベトナム日本ご列席の皆様、友人の皆さん、ベトナム外務省を代表いたしまして900名ご出席いただいた皆様、2020年ミートジャパンベトナム外務省主催の期間、中ベトナム日本大使館の共催でようこそおいでくださいました。日本大使、ベトナム地方政府指導者、ベトナム中央省庁関係団体、日本の関係組織団体、教育企業経済界の皆様、感謝申し上げます。このミートジャパン熱心でご出席いただきました、感謝申し上げます。ベトナム関係報道機関、この重要なイベント報道していただき感謝申し上げます。ご出席の皆様、ベトナム日本広範な戦略的パートナーシップ大変良好に発展しています。すべての分野において政治的信頼関係ができています。ベトナムと日本はコロナウイルス対策において分かち合って共に協力して支援し合っています。2017年の天皇皇后両陛下のベトナムご訪問の後、昨年安倍総理のご訪越、そして本年10月菅総理、ベトナムを最初の訪問国として選ばれたことを大変感謝申し上げます。いかに日本政府日本国民の皆様がベトナムのことを重要視しているのか、その表れです。大変積極的な成果でした。双方がさまざまな合意できています。さらに両国関係を新たな高みへ持ち上げていくことで合意しました。すべての分野において協力関係を強化していくことです。特に投資、貿易、農業、労働、科学技術、文化交流、そしてビジネス、トラック、短期滞在、往来制度、または定期商用便の早期再開、そして両国の交流早期再開目指して努力しています。両国の経済貿易投資協力は大変大きな目覚ましい成果できています。日本がベトナムにとって最大級の経済パートナーです。 ODA の供与最大級供与国です。累計で310億米ドルです。投資についても第2位の投資国です。本年8月までの累計600億米ドル、4500投資案件が活動されています。貿易相手企業第4位です。昨年は400億米ドルになりました。そして第3位の旅行客、
となりました。昨年両国の往来が140万人でした。両国の経済交流協力関係ますます深まってます。両国地方間交流も目覚ましく実質的に発展してます。両国の広範な戦略的プランナーシップの目覚ましい発展となってます。両国の地方間で70協力覚書締結されました。両国の知事地方政府指導者の往来も活発になってます。2018年2019年、平均で毎年10件の日本地方知事がベトナム訪問しました。倍となりました。両国の地方交流大変ますます発展して進化しています。両国の経済貿易労働文化交流草の根の交流の強化に貢献しています。ベトナム外務省ベトナム在外機関もベトナム地方と日本のとの交流の促進を重要な任務として重要視しています。ここ5年間ベトナム外務省は15から20の総政府指導者が日本訪問を支援しました。その中で10以上の地方政府指導者がベトナムの PR 文化交流イベントに参加しました。例えばバックリオ省、ビンディン省、ダクラク省、ハザン省、ハウザン省、コントゥム省、ラムドン省、クアンニン省、イエンバイ省などです。ミッドジャパンは2017年から毎年開催しています。最初はカインファー省でした。次はカントー市、ゲアン省、ダクラク省でした。ベトナムの34県、ベトナム中部、西南部、高原地域との地方と日本の大使館と関係団体とマッチングを支援しました。さまざまなベトナム地方政府はベトナム外務省とともに出席協力しました。その中で重要な協力覚書できています。例えば海津省と鹿児島県、下安省と岐阜県、波山省と茨城県守谷市、イエンバイ省と岡山県美作市などです。ビンディン省に藤原さんの太陽光の協力案件、ハナム省のドンバンスリーの日本人専門家の宿泊専用施設、ハザン省の温泉の協力案件などです。両国経済回復を目指しています。特にベトナムでより明るい回復を目指しています。ベトナムで GDP 成長率 3% を目指しています。そして両国の経済総合的総合補完性が高いです。だから両国の地方間交流潜在性非常に大きいです。特に投資貿易、人材育成、文化交流、草の根交流、観光などです。今後ベトナム外務省、関係部局、ベトナム在外機関ともにベトナム地方政府と支援して日本との交流協力関係のマッチングを支援していきたいと思います。さまざまな形で本日ミッドジャパンにおいてベトナム地方政府または日本の関係団体経済界の皆様にとって良いチャンスとなって、お互い意見交換して協力関係をさらに強化することです。ベトナムの全国地方政府関係者出席しています。本日ミッドジャパンにおいても、またはさまざまな場合の会談において40以上だと報告伺ってますが、ぜひこれを営利を開いて率直に課題チャンスぶつけて、お互いの要望を伝えて意見交換を強化して、両国関係さらに発展させていくために率直に議論したいです。ぜひミッドジャパン開幕宣言いたします。大成功になりますように、皆様のご健勝、ご幸福、ご多幸をお祈りいたします。ありがとうございました。ボイ・タイン・サン・ヒット外務次官、どうもありがとうございました。
引き続きまして、中ベトナム日本国大使館、山田滝雄特命全権大使よりご発表をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。武井隊員村筆頭外務次官をはじめとするベトナム中央政府関係者の皆様、全国からお集まりの各省市の指導者代表者の皆様、両国の企業をはじめとしたご列席の皆様、そして遠く日本からオンラインでご視聴いただいている皆様、まずはじめに先日来ベトナムの中部地方をいくつもの台風が襲い、大きな被害が発生しました。我が国としましてもベトナム政府からの要請を受け、直ちに緊急援助物資の供与を実施いたしました。心から亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々のお見舞いを申し上げたいと思います。本日このように多くの皆様のご出席のもと、Meet Japan 2020がハノイにて開催されたことを大変嬉しく思います。開催にあたりご尽力いただいたすべての皆様にお礼を申し上げます。また本日お越しくださった各地方省市の指導者代表者の皆様を心より歓迎いたします。本日日本側からは大使館をはじめ各日本政府機関関係者、商工会議所の代表に加え、当地に進出している多くの日本企業の皆様にご出席をいただいております。また本日のこの会議には日本向けにオンラインで発信されております。配信への申し込みは550名を超えています。これは日本のベトナムに対する極めて高い関心を明確に表す証左だと思っております。先月、日本の菅義偉総理が総理就任後初めての外国訪問先としてベトナムを訪れました。菅総理は初めての訪問先にベトナムを選んだ理由として、日本とベトナムの友好関係に無限の可能性を強く感じるからと繰り返し述べました。この言葉をもってしても、日本がいかにベトナムとの関係を重視しているかをお分かりいただけることと思います。ベトナムの経済は好調です。しかもこの会場を見てもですね、多くの方がマスクもしないで出席されていると。 COVID-19 の対策にもベトナムは成功されておられます。そういう中、日本は官民を挙げて政府、民間ともにですね、ベトナムとの関係をますます重要視しようと考えております。地方省市リーダーの皆様、今年は新型コロナウイルス感染症流行の拡大を背景に、生産拠点の一極集中がいかに高いリスクであるかを世界が実感した年となりました。日本もサプライチェーンの多元化に向けて生産拠点を東南アジアに分散させる、そういうことを行っており、日本政府はそういった企業を支援しています。そしてベトナムはその東南アジアの中にあっても最も選ばれるマーケット、最も魅力的な投資先となっております。現在ベトナムの日本商工会はハノイ、ダナン、ホーチミンと3つの拠点を有しており、会員数は2000社、これは東南アジアの国の中で最大の数であります。地方の商種のリーダーの皆様には、このように日本企業のベトナムへの関心、投資意欲が大きく高まっているこの機会を逃さず、積極的にご誘致をいただければありがたいと思っております。ではどうすれば日本企業を呼ぶことができるのか。
日系企業が投資先を選ぶ際に重視することは大きく以下の2つだと思っております。1つは投資環境です。具体的にはまず電気、水、道路、そして、その他社会的な面を含めたさまざまなインフラが整っていることであります。また投資手続きが簡素で明白であること、それから生産するために必要な原材料が手に入りやすいことです。投資手続きの窓口の一本化、特にジャパンデスク、日本人を置いていただければありがたいんですけれども、ジャパンデスクが設置されているか否かも大きな決定要素の一つになるかと思います。詳しくはこの後セッション1でお話があると思います。2つ目は有料な労働力の確保です。特に日本企業にとって大事なのは日本語を話せる人材が確保できるかという点であります。ベトナムの都市部には豊富に日本語人材がおられますが、地方ではまだ日本語人材は少なく雇用するのは簡単ではないという話を聞きます。経済活動を行う上でコミュニケーションは極めて重要ですので、日本企業にとって日本語人材を確保できるかどうか、これは投資決定の極めて重要な要素となります。皆様、私がしかしベトナムに着任して驚いたことの一つは、ベトナムの方々から本当に日本がうまいことです。特にハノイには本当に優秀な日本語人材が多くいらっしゃいます。大使館でも日々日本語で仕事ができ、それが仕事の効率化につながっていると実感しております。詳しくはセッション2でお話があると思いますが、ぜひこの機会にですね、日本語教育の導入に力を入れていただき、各地方でも日本語人材の育成を強化いただくこと、これを望んでおります。2023年日本とベトナムは外交関係樹立50周年の節目を迎えます。両国は政治安全保障、経済、文化、教育、人的交流などさまざまな分野における協力を深化させており、まさに戦略的なパートナーとなっております。現在日本には約42万人のベトナムの方々が生活をしておられ、日本社会にとってベトナムの方々は今や欠かせない重要な存在となっております。政府間の交流も重要ですが、両国の友好の基礎は人々の交流になると思います。人的な往来という意味では、コロナの下でさまざまな制約がございますが、先般のですね、菅総理、訪越の際の副首相との首脳会談で合意された優先往来制度、ビジネストラックの導入により、ビジネスマンの往来は徐々にでありますが進みつつあります。今後貿易措置をしっかり確保しながら、早期に両国間の周的便が再開され、人的な交流がさらに活発に行われることを期待しております。また今回のミートジャパンにおきましても、日本の各都道府県の知事からメッセージをお寄せいただくなど、多くの日本の地方自治体のご協力をいただきました。外交関係樹立50周年2023年に向け、日本の地方自治体とベトナムの各地方省市との連携についてもさらに進むことを期待しております。今回のミートジャパンがポストコロナにおける地方間交流再開の第一歩となることを願っております。最後に改めまして、本日のミートジャパン開催にご尽力いただいたすべての関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。そして日越関係のさらなる発展を願いながら、今日この一日が皆様にとって有意義な日となるようにお祈りし、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。山田武雄大使、ありがとうございました。本日のこのミートジャパンとに、
大兵省共産党書記呉敦海様もご講師いただいております。ご臨席の皆様、ベトナムの企業そして地方に対してこの対外活動を強化するためには、本日このミートジャパンにはベトナムの外務省外務局とベトナムの商工銀行ビューティンバンクとの間では覚書が締結されます。この覚書のを受けまして、今後の各企業に対するサポートがさらに強化されることも期待されております。 FUFG とビューティンバンクが協力関係が構築されております。それではビューティンバンクとそして外務省の外務局 の代表者の覚書の締結をお願いいたします。この調印式の立ち会いに、ボイ・テンソン次官、山田大使、ホーチミン総領事、そしてビエティンバンクの会長などの方々を立ち会いをお願いいたします。それではありがとうございました。前の方にお進めてください。記念写真を撮りたいと思います。ありがとうございました。ご臨席の皆様、この日本に出会うには、本日のこの開催にあたりまして、神奈川、福岡、そして長崎からの知事よりのご挨拶をいただいております。それではスクリーンの方にご覧ください。新茶を、トイラー有事黒岩、神奈川県知事の黒岩有事です。ミートジャパン2020開催、誠におめでとうございます。このような形で地域間交流を進むこと、とっても素晴らしいことと思います。ところでベトナムの皆さん、台風の被害に遭われたこと、心からお見舞い申し上げたいと思います。さて、この神奈川県とベトナム、大変いい関係を続けてまいりました。2015年から始めましたベトナムフェスタ in ジャパン。これは毎年20万人から40万人のお客様がやってこられるという大イベントになりました。これ5年間続けてきました。そして今度は神奈川フェスティバル in ハノイといったもの、これも2年続けてやってまいりました。しかしこの両方とも今年はコロナの影響で中止せざるを得なかった、とっても残念に思っています。しかしこういった交流のおかげで企業の進出も相次いでいます。ベトナムから日本、神奈川県に来てくださった企業、このベトナムフェスタを始める前はゼロだったんですけども、今は10社になっています。そして逆に神奈川県の企業、私が訪問するたびにお連れいたしました。
神奈川インダストリアルパーク、ここに今12社が進出をしています。そして医療面での交流も盛んになっています。ハノイ医科大学、ここに神奈川県がご支援をさせていただいて栄養学、その学科が出来上がったと聞いております。それともに水道事業、これに対してはフン・イエン省、ランソン省、この水道事業を神奈川県がご支援させていただいています。こういう太い太いパイプを作ってきたベトナムと神奈川、なんとそうしたらばですね、神奈川出身の総理大臣が誕生いたしました。菅総理大臣です。そしてその菅総理大臣の最初の外遊先に選んだのがベトナムでありました。私は日本のナム大使を総理官邸にお連れして菅総理との会談、ベトナムに行かれる直前にその会談を設定させていただきました、こういう形でさまざまな交流がどん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 深まってくるといったこと、これは素晴らしいことだというふうに考えています。この地域間交流、これをベースにして日本とベトナムの関係がさらにさらに深まってくること、心から期待をしたいと思っています。ご正解おめでとうございます。皆さんこんにちは、福岡県知事の小川博です。小川博士、統領của tỉnh ở Phú Quốc. Tôi xin chúc mừng hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020. 福岡県は2008年ベトナムのハノイ市との間で友好提携を締結し、以来環境、青少年、経済などさまざまな分野で交流を積み重ねてきました。特に環境分野におきましては、日本の廃棄物処分場の標準となっており、環境に配慮した効果方式、これによる処分場をハノイ市や府営省に導入支援をし、ベトナムの環境の改善に貢献をしてまいりました。友好提携10周年となる2018年、私はハノイ市を訪問し、福岡県とハノイ市との交流が日越関係の発展に大きく貢献をしている、この旨高い評価をいただいたところであります。また福岡県内には現在約1万8000人のベトナムの方がお暮らしをされています。そのうち留学生は約6500人、技能実習生は約8500人と、いずれの数字も国別に見て最も多くなっています。先月両国の関係は一層緊密なものとなりました。私は人と人との草の根交流、地域同士の交流の積み重ねが国と国との信頼関係、友好関係の基礎になるものと考えています。福岡県にはベトナム総領事館が設置をされており、日頃から私ども福岡県とベトナムとの架け橋としてしっかりサポートをいただいているところであります。また今は残念ながら運休しておりますが、福岡県とハノイ市、そしてホーチミン市との間には直行便がございます。早期の再開を期待しているところであります。本県といたしましては、今後もベトナムの皆様の協力を得ながら、ハノイ市をはじめベトナムとの交流がさらに幅広く、また奥行きのあるものとなるよう取り組んでいき、両国の友好関係の一層の進化に貢献をしていきたいと考えています。これからもどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。皆様こんにちは、長崎県知事の中村報道です。本日のミートジャパンの開催を心からお祝い申し上げます。現在世界で流行している新型コロナウイルス感染症の影響により、ベトナムとの交流事業の多くが中止や延期となるなど厳しい状況が続いておりますが、皆様方には日本とベトナムとの友好交流の促進に格別のご尽力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。
長崎県とベトナムは大変古くから友好の絆で結ばれてまいりました。17世紀の初め、長崎の商人である荒木宗太郎は朱印船貿易を通してベトナムと我が国の双方の発展に力を尽くし、当時のベトナム王室の王女を妻に迎えました。このことは日本とベトナムとの交流の歴史に刻まれた重要な物語として今日に伝えられています。王女は生涯を長崎で過ごし、長崎の人々から兄王さんと呼ばれ大変親しまれました。こしりえの様子は長崎を代表するお祭り長崎くんちの奉納踊りとして再現されており、荒木宗太郎と王女のお墓は今なお長崎県民によって大切に守られております。本県ではこのような歴史を生かし、2017年6月に関南省と友好交流関係を樹立し、その年の11月にはベトナムで開催された APEC に合わせ、長崎とベトナムの交流の象徴である御朱印船を関南省へ寄贈し、両国首脳立ち会いのもとお披露目をいたしました。御朱印船は今も本庵旧市街に展示されておりますので、機会がありましたらぜひご覧ください。現在長崎県で活躍中の外国人の方々はベトナムの方が一番多くなっており、今後も留学生や技能実習生の受け入れなど積極的にベトナムとの人的交流の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。長崎県では400年の長きにわたり大切にしてきたベトナムの皆様との友好と信頼の絆がさらに強固なものとなりますよう、引き続き地域間交流、民間交流の発展に力を尽くしてまいりますので、皆様のさらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに日本とベトナムとの友好関係の限りないご発展と関係皆様方のご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。長崎へもぜひお出かけください。